が全然真空管というのは入りませんでした。まあ、青字のところですけど、まあ、作業活動を用いて、まあ、その下治療指導援助を行うということは、まあ、なんとなくは分かりました。はい、で作業療法でいわゆる作業って一体何を指しているのかっていうところなんですけど、一般的な作業と作業療法でいう作業は、まあ、別物と我々は捉えております。どうしても内職作業だとか、手工芸とか作業療法というと何かこう物を作っているようなイメージがあると思うんですけれども、実は作業療法が捉える作業というのは、人が生まれてから死ぬまでに行う行動の全てのことを指しています。なので、人と話すこと、食べること、寝ること、休憩することも作業ですし、仕事をすることも遊ぶことも作業と言って捉えております。で、まあ作業はなんで作業を使うのかっていうところだと思うんですけど、まあ皆さんも経験してると思うんですけど、ね、